東大寺の佐川普門さんの2期目の別当就任を披露する新参式が東大寺で開かれました。佐川さんは2016年に別当に就任、任期満了に伴う選挙で今年2月に再選され、今月1日付で第223世別当に就任しました。金色の袈裟に身を包んだ佐川さんは、多くの参拝者が見守る中、僧侶らと共に回廊を歩いて大仏殿に入りました。そして蓮の花をかたどった色とりどりの紙を巻く懺悔を、本尊の盧舎那仏坐像の前で行いました。その後、佐川さんは就任の決意を次のように述べました。第223世東大寺別当に再任せられ、引き続きその重責、泰山のごときに変わることなく、国内外への深き対応が求められ、ますます法務のあるべき姿を具現化すること必要なり。そして、TOTOの復元を通して学問の探求を盛んにしていくことや、医療・福祉の充実を実現したいと述べ、令和初の別当としての抱負を明らかにしました。